で、アイダホもそこにおった気がする。ここなんか3軒続けて。みんな家におる。あ、人んちの前で。迷惑。あ、めっちゃおめでたい。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーンの時刻は2022年12月31日土曜日の午後11時51分です。早いもので2022年も今日でもうおしまいですね。今日は大晦日ということで、広場で盛大にカウントダウンをして新年を迎えたいと思います。私もご覧の通り、もう準備はすでに万端です。めちゃくちゃ万端やね。広場では年越しを盛り上げるグッズの配布や販売もしていますので、皆さんぜひお集まりくださいね。それでは皆さん、良い新年をお迎えください。ん？何？皆さん、年越しのカウントダウンにお越しください。何が起こったかと思った。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。見て見て、もうすでにしめ縄が、現実ではね、しめ縄つけんかったんやけどね。しめ縄ってあんまつけたことないような気がするな、家で。あと6分、まあ約7分。みんなおめでたい格好してるな。いよいよ大晦日ですよ。なんだかドキドキして落ち着きませんだふん。今日は広場でカウントダウンの祭りがあるよ。新しい年をみんなで迎えられるなんてウキウキしちゃうねーだぞ。みんなすごいピシッと決めてる。見てこれ。ドレス着とるやん。みんななんかすごいフォーマルな格好してきてるのに、私超カジュアル。いよいよ大晦日ですよ。なんだかドキドキして落ち着けませんよ。やっぱ年末年始の空気感ってめちゃくちゃいいよね。わかる。特に年末すごいウキウキする。なんかまあお久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話さないものね。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ。だってばメガネまでかけて浮かれてるな。めっちゃくちゃ浮かれてんな。あ、アイナちゃんだ。元気だった？ハイテンショントークするための体力に自信がなくって、あたいに話しかけられなかったの？もう大丈夫だってば。自分のペースでいいから、あたいにも声かけてよね。あは。私も帽子買おっかな。あ、アイノさん、いらっしゃいだなも。今日はカウントダウンのイベントだから、屋台は出してるんだなも。年越しを盛り上げるパーティーグッズを売ってるから、よかったら見ていってちょうだいね。そうそう、カウントダウンへ参加する人向けにプレゼントがあるんだなも。あれか、クラッカーか。お、クラッカーだなも。これがあればカウントダウンイベントが盛り上がること間違いなしだなも。イエーイ。年に一度しかないイベントだし、今日は目いっぱい楽しむんだなも。新年まであと30分もないんですよね。なんなら10分もないよ。今からなんだか落ち着かない気分です。たふん、毎年のことなんやけど楽しいんよね。お、あと5分もないやん、もう。いらっしゃいませ。カウントダウンを盛り上げるパーティーグッズはいかがだもん。ニューイヤーハットは500ベル。クラッカーは本日限りの特別価格で5個300ベルだなもん。ニューイヤーハットをください。色はね、え、私何色持っとったっけ？覚えてないな。水色にしよう。ありがとうございます。どうもどうも。あそこにあるガマ口はあれかな、お釣り用かな。またどうぞだもん。よし、私もちょっとパーティーハット、ニューイヤーハットやった。かぶります。かわいい。んでクラッカーね。うんうん、いいねいいね。みんなクラッカーだけじゃなくてあれやん、なんかペンライト持っとるやん。雪だるま、雪だるま。今年まだ雪だるま作ってなかったな。あ、あつ森の中でね。現実では雪だるまとか作ったことないけんさ。悲しいことに作ったことないけんさ。え、あと何分？ 3 分。年越し3分前にめちゃくちゃせっせと雪だるまを作ってるやつ。まあ、間に合うようには行くけんね。大きいやつが作りたいんやけど、どうかな。まだあと3分半。いけるいける。
けるいける。これ飛び盛りと同じような感じやったっけ。ゴーゴーゴー。今ね、島の中にさ、あの島とめりこ飾りたいなって思うようやけど、どこに飾ろうかなってめっちゃ思うようよね。飾るとしたらこの辺かなとも思うんやけど、え、お父さんってこれぐらい合っとる？え、あと2分ぐらいかな。いけるかな。まあ、でもあれよね、カウントダウンあとちょっとって感じになってきたらさ、多分この BGM がなくなったような気がするんよね。あ、転がせるようになったな。あと2分半、いけるいける。一人でせっせせっせと雪だるまを作り中。あ、お父さんっていうよりあれか、普通に雪だるまを作りたいな。え、同じぐらいの大きさやったっけ、雪だるまんって。上下どんな感じやったか覚えてないんやけど、めっちゃでかいのがお父さんで、その次ぐらい雪だるまんって。どうかなどうかな。あ、そろそろじゃないこれ。いけと、あ、ちょっと顔が、もう一息出す。何が違うのって思うかもしれないですが、何事も7割まで仕上げるのは簡単なんです。あとの3割、どれだけこだわれるかがプロとアマチュアを分けるんです。君には雪だるま作りのプロを目指してほしいですね。なんて厳しいことを言ってすまんだす。作ってくれてありがとうズラ。ちょっと顔の方がでかかったな。ね、今日はオラの記念すべき誕生日だす。あ、でもケーキのろうそくは遠慮しとくだす。お、あと1分20秒、もうちょいやね。やっとお話できた。もう久しぶりすぎるよ。アイナくんたら島の中にいるのは分かってるのにちっとも捕まらないんだもん。僕を見かけたら話しかけるっていうお約束を決めちゃうのはどうかな。てし、いや、一応最近ね、島の中を片付けたりとか、まあいろいろとね、走り回ってはおったんよ。ちょっとさっきその、そこのね、広場近くの自販機横にも、まだなんか落ちとったなーっていうのを見つけたけど、え？ハンナちゃん？あれ？あれなんすか？みんなが揃っているわけでは、ちょっと待って、私も入る入る。クラッカー、持つ持つ。うわぁ。いやぁ、緊張するね、この瞬間。よきよき。まあ、あの、現実はね、もうとっくに年越ししとんやけど。いいね、いいね。楽しみやね。あ、あとちょっと。13、12、11、起きた10秒前。あ、9。ね、私持ってないんだけど、それ。5、4、3、2、1。わー、ハッピーニューイヤー。めっちゃ綺麗。いいね。2023。おー、すごい。明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。わー。私もペンライト欲しかった。パーン。いいね、いいね。めでたいよ。新年のご挨拶がまだでしたね。明けましておめでとうございます、アイナさん、タフン。うわー、めっちゃ、いい感じ。2023年になってから君とお話しするのは初めてだ。まずはご挨拶。明けましておめでとう。今年も僕と一緒にいっぱい遊んでね、弟子。もちろん、もちろん。アイナちゃん、明けましておめでとう。今年もハッピーな年にしようね。あは。新年、明けましておめでとうございます。今年もいい年になるといいですね、よう。実はこの間ルーシーがね、島から出て行こうとしよったんよね。お、みんなもやってる？パーン。明けましておめでとう。なんだかんだでもう2023年、1年なんてあっという間ね。素敵ね。確かにめちゃくちゃあっという間なんよね。あと誰に話しかけてないっけ。明けましておめでとう。2023年最初の初アイナさんね。立ってば、かわいい。新しい年になったらあなたに言おうと思ってたことがあるの。アイナさん、こんな私だけど、2023年もよろしくね。素敵ね。ねえ、もうもちろん、よろしくよろしく。
ハッピーニューイヤー、今日から2023年だよ、たくさんいいことありますように、だぞ。かわいい。アイラさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そうそう、それから実は今日のためにちょっとしたプレゼントを用意してたんです。本当は年を越す前にお渡ししたかったんですけど、お話しするチャンスがなかったので。でもせっかくですので、どうぞ。もしかしてペンライト？あ、ステックライトです。もう年は越してしまいましたが、新年を祝うパーティーはまだまだ続きますよ。一緒に盛り上がりましょうね。ああ、年を越す前に静江さんにも話しかけておくべきだった。アイナさん、ハッピーニューイヤー、今年もよろしくたらもう。ちょいとね、お家の中にいる子たちにも話がしたいです。ハンナちゃん、ハンナちゃん、ちわけわからんところでクラッカーを鳴らしてしまった。お、家で一人とはいえめちゃくちゃ楽しそうだな。花火の音は聞こえてくるし、花火のなんか光は漏れてくるね、窓から。明けましておめでとう、また一年仲良くしておくれ、だってね。もちろん家の中におってもやっぱりパーティー仕様な服なんやね、みんな。私もフォーマルドレスとかにしとけばよかったかな。いや、みんなおめでたいな。こういう時ぐらいみんなね、大集合すればいいのに。明けましておめでとう、2023年も一緒に盛り上げていこうぜ、よろしくなってか。もちろんもちろん。んで、アイダホもそこにおった気がする。ここなんか3軒続けてみんな家におる。あ、人んちの前で迷惑。やっほー。あれ、アイラじゃんか。なんか話すの久しぶりだな、な心。でもオイラ、お前のことチラチラ見かけた気がするんだよな。さてはオイラの目を盗んで筋トレサボってたんじゃないか。よーし、今日から鍛え直しだ。ハッピーニューイヤー2023年、今年もアイダホよろしくな、アイナ。もちろん、こちらこそよろしく。人んちで騒がしくして汚していくやつ。これで全員と話せたかな、ちゃんと。うわー、まだ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 花火が。うわー、いいね。でもコロナ禍になってから全くね、旅行とかも行けてないけど、そのうちまた年越しで行けたらいいなと思う。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあね、もう新年明けてめちゃくちゃ経ったし、ツイッターの方では一応挨拶したけど、2023年もよろしくお願いします。